と思われ方です。正直2回切れたんです。2009年12月の年の暮れ、東京赤坂の居酒屋、ブラストビートの呼びかけで大学生など10人が集まりました。ほとんどが初対面です。会社のような役割分担を決めて活動開始。そのリーダーとなる社長には大学2年生のやっくんが迷いながらも立候補しました。みんなが協力してほしいのと、あともしダメだった時に、まあネガティブなこと言って申し訳ないんですけど、みんなでごめんなさいってしてくれたらいいなと思って。うまくいくかどうかわからないですけど、やってみたいなっていうのがあって。大丈夫？ちょっと心配な社長の誕生でした。年が明けて1月、会社の名前を決めました。心躍る。早速名刺も自分たちで作り動き始めました。何のためにライブをやるのか、そして自分たちで稼いだお金を何のために寄付をするのか、寄付をする団体を自分たちで選ぶのもブラストビートの特徴です。勉強したいのにお金がないからできないっていうのが一番嫌だよね、私は。それをさ大学生が言うことによってさ、さらにメッセージ性が高まるじゃん。一番分かりやすいし共感もある、時間を見つけては集まり議論を続けます。どんな人をライブのお客さんに呼びたいのか徹底的に話し合いました。要は大学生とか社会人で分けなくてもいいんじゃないのって。並行してライブハウスを訪ね歩きました。でもちょうど良い広さで値段も手頃な会場がなかなか見つかりません。ライブハウスのマネージャーに社長のやっくんは思いをぶつけました。すごく何かイベントをこういうことやりたいんだっていうお話をもうひしひしと初日初めて会ってから伝わってきて、なんか協力したいなと思いましたね。はい。手探りの3ヶ月を記録した心躍るのブログ。最初は期待でいっぱいでした。それが先が見えなくなってきます。まず難航したのが出演してもらうアーティスト探しです。ライブ当日まで1ヶ月を切っても一組も決まっていませんでした。さらに大変だったのがお客さんを集めることでした。3月に入ってもほとんど進みません。集客の状況を毎日チェックしてメールで全員に伝えることにしました。この頃メンバーの間では息苦しい感じが広がっていました。とても心躍るとは言えない状況です。メンバーの一人がツイッターでつぶやきました。もう話したくないから電話切る、じゃあね、うちお人に対して今日初めてしてしまった、人生初、彼氏にも親にもしたことないよ、自分で自分にたまげた。本番まであと4日と迫った3月15日、それでもまだ集客は40人しか目処が立っていませんでした。とても重苦しい雰囲気の会議、一人一人集客の状況を確認しました。結構自分の中ではその1人10人集めてもらうっていうのは結構大きかったかな。もう結構もう周りは本当に当てがないって感じ。これね、問い詰めてるわけじゃないんだけど、
写真3巡ぐらいしてるよね、リスとかで。結構本当に本当に何回もしてる。もう一度集客のノルマを決めて、全員がライブ当日の朝まで電話をかけ続けました。いよいよ当日の午後4時、準備開始です。アーティストのリハーサルも始まりました。その時になって大事なものを忘れていることに気がつきました。入り口に置く看板です。急遽手作りで用意します。午後6時、会場。受付が始まるのを待ってくれていたお客さんもいました。3ヶ月かけて準備してきたライブ、会場が人で埋まっていきます。ライブの1組目はインディーズで活躍する2人組。一気に会場を盛り上げます。そして2組目は男女4人のアカペラ。その日集まったメンバーでライブをするってスターズのバンド立ち上げなんです。続いては大学生のビッグバンド。その舞台裏には社長のヤク君がいました。舞台での挨拶を一生懸命覚えていました。そして最後のアーティスト。
迫力のある歌声が会場を包み、3時間のライブが終わります。本当にこんなに集まってくれてありがとうございます。心踊るのライブに来てくれてどうもありがとうございました。じゃあ乾杯の音頭を役に。はい、乾杯。いや、なんかまだすごいなんかもうワクワクして今日寝れないなと思います。会場の、 あの僕がステージに立って見た時にステージから見ると本当にいっぱいお客さんが見えて、あ、こんなにも多くの人が来てくれてしかも楽しんでもらえてるんだなと思うとすごい嬉しかったです。こういう企画で皆さんが本当に満員になるくらい来てもらって、でみんな途中で帰る方ほとんどいなくって、でもうみんな笑顔で入り口のところにいたんですけど帰ってくださったんで、そう、もうこんな気分になるんだなって思いました。いやまだ正直実感がないですね。なんかもう、ああ終わったっていう感じですね。じわじわとお金をやっぱもらうときってすごいなんかこう嬉しいというか、例えば自分が誘って来てくれた友達とか、あー来てくれた本当ありがとうみたい なんかそう、ね、初めて今までやってきたことの成果じゃないですか、お金ってそれが溜まっていくのがすごいなんか嬉しいというか、あの 入っちゃう瞬間もう泣きそうでした。ライブ会場まだ始まってもなくてみんなが準備段階してる時になんか入った瞬間もう泣きそうでした。おーみたいな、始まるんだ。一番良かったなと思うことは、私怒ることができて2回切れたんです。ヤックンとタイが2回切れて、あれあんま切れるともなかったので、その同じ世代の人とかもちろんなんですけど、でもあれが結構自分の中でもびっくりだった。あ、本気なんだな自分っていうのがすごいありました。すごい良かった。僕こんなに感動すると思わなかったです。正直実際やってみないと本当に分かんないことだらけで、自分がやんなきゃいけないっていう仕事が本当にちゃんとあって、ここの責任は自分にあるんだっていうのが目に見えて感じる仕事がいっぱいあったので、そうですね、これが働くっていうことかって思いました。本当に社会で仕事してみたいなとちょっと思うようになりました。怖いですけど。